神戸なんかですとね、非常に独自の検査が進んでるわけですけれども、はい、例えば東京近辺でもですね、相変わらず全部国立感染系持っていかないと、はい、ゲノム検査の結果が出てこない、うん、どうしてもタイムがラグで5日6日かかっているところがあるわけですね、うん、まず神戸と同じようにですね、全国の中核研究施設でゲノム検査ができるようにしなきゃいけない、はい、からもう一つはモニタリングを政府が環境緊急事態宣言解除したときに1日5000件って言ってるんですね、うん、ところが今行われているのは1日あたり650なんですよね。少ないですね、本来であれば人口以下で言って10万ぐらいサンプリングを1日できてないと正確なデータできないと言われている中、とりあえず5000やると言ってじゃあ現に行われているのは650だということになってきますと、変異株の検査に時間がかかっている、モニタリングは当初の予定の1割ちょっとしか行ってないということになると、こんな状態で解除してよかったんですかということにつながってくると思うんですね。まあ、批判を続けても致し方ないのかもしれませんが、GoTo イートを、まあ、やってると問わないから、官僚もいい地があったら持ってきてくれと、本当にここは国難を乗り切るんだというような思いでいかないとですね、一つはもうとにかくオリンピックがあるから、そこに向けて、ことを大きくしないでおこうと言ってるような流れだったら、ウイルスに私は負けてしまうと思うんですね。Showdown.